はい、こんにちは。オールブルーです。牧場物語、再開のミネラルタウンパート4やっていきましょう。よろしくお願いいたします。てか牧場物語っていうとワクワクアニマルマーチって言いそう。前さ実験したからさ、ワクワクアニマルマーチっていう言葉が抜けなくて、牧場物語っていうタイトルコールの時に、別にタイトルコールなんかしなくていいんだけど、まあそんなことはさておき、やっていこう。今日はね、サイバラの誕生日ってことで、鍛冶屋のおっさんの誕生日っすね。そういうわけでやっていきましょう。はい。いやーね、前回、見てくれた方だったらわかると思うんですけれどもね、とんでもない失態を犯しまして、俺これさんよくやるんだけど、勘違い、本当に勘違いをねよくするんですよ、僕。牧場物語特にね、なんでね、ここにね、なんだっけ、なんか植えようとして、キュウリがなんか植えようとして、キュウリじゃない、ピーマンか、ピーマン植えようとして、で冬の月って編集で書いてあったけど、秋の月ね、秋の月ねの野菜を植えてなくなって、なくなったバグじゃねって言い始めるね、わけわかんねえこと言い始めるっていうこと結構あるんで、今後も多分よろしくお願いします。そういうわけでやっていきましょう。こんなこと話してる暇はなかったってことで、今日は雨なんで、あげなくていいので、水をかなり楽なんで、もうよかったっす。とりあえずよかった。というわけで、そうだな。で、今日は何しようかな、どうしようかなと思ったんだけど、株ができるの早いんで、株植えまくろうかなっていう、と思ってますね、今回。株をちょっと植えまくろうかなっていうところですね。よいしょ。というわけで、株を買っていきたいなと思いますね。はい。前もね、なんかそういう勘違いっていうのをやってて、どんな勘違いだったかというと、ミルクをね、ミルクを、待って、サイバラ、買い買ってる。サイバラをね、サイバラじゃねえ、サイバラをねえじゃねえ、ミルクをね、ミルクが欲しかったんですよ。ホットミルクを作るためにミルクが欲しかったんですけど、ミルク買ってるけど、なんか書いてないことになってる。これバグじゃねえ、バグじゃねえ、つって言って。入ってないんだけど、つって言って。そう。危ねえ。道具箱、そう、牧場物語のワクワクアニマルマーチの時だったんだけど、入ってない、入ってない、つって言って。持ち物の中に。そう、入ってない入ってないっつって言って、わめき散らしといて、結局ミルクのレシピを買ってたよね。ホットミルクのレシピを買ってたっていうね。そう、レシピは道具箱に入るわけないからね。マジわけわかんないこと やり始めるから、マジ気をつけて。今日病院休みか。マジ気をつけて。まあとりあえず今日は彼に会ったのでよかった。変わったって話聞いた方がいいのかな。話聞いてた方がなんか上がりそうな気にしなくもないね。というわけで、全員に話しかけまーす。はい、というわけで全員に話しかけてきました。で、やることは株買ったので株植えるっていうことね。で、なんであんまり種買わないかと、全部全額買っちゃえばいいじゃんと思うかもしんないけど、ちょっとね、あんまり植えすぎちゃうと体力なくなっちゃうんだよね、一日で。うん、水まくのに、初手の方は。だから巻きすぎ注意。巻きすぎ注意だね。誕生日プレゼント、何しようかな。蜂蜜あげるか。お本ははは、なんだ、わしもこの年になって誕生日に祝いの品をもらうとありがたくいただきますって。おっおっお、ここにいてもどうしようもあるまい。ブルーは一人ですごく頑張っているな。まあな。というわけで、とりあえず株をね、植えに行きましょう。株を植えてね、大量に株を、多分あれね、1回出荷するだけで多分800ぐらいはいくんじゃねえかな、9個でって思うんで、まあ、とりあえず、2つは掘ってある。あと1つ掘るか。株の栽培地をね増やしましょう。よいしょ。
9マスなんで、9マス掘っていきましょう。お、お金出た。よっしゃ。で、株4つか。株4つ持ってるのが。で、お金稼ぎするのに、モグラ叩きたいんだけど、ちょっとハンマーいつも持ち合わせてないんだよね。あの、モグラってハンマーで叩くといいんだけど、ハンマー持ち合わせてないんだよね、いつもね。お、ハンマー持っとくか、今度から、ハンマー。カマより。掘るときは特に。ねえ、株巻いてよ、あれ。とりあえず株巻こう。株を種を巻いていこう。よっ。よ株の種を巻いて、OK。これで大量の株ができるので、一気に3000ゴールドぐらい持ってっちゃって、持ち物の枠をね、増やせば、こうやっていちいちね、しまったりしなくていいので、よし。つわけでどうしようかな。あ、もう一個持てんのか。もう一個持てるな。カマ持っておこうか。よし。とりあえずこんなもんで、最初のうちは。で、あとは鉱石場に行きたいんだよね。オリハルコンとかさ、取れるじゃん。あとはタケノコ。彼にあげるタケノコ今なくなっちゃったんで、タケノコも取りに行きたい。絶対喜んでくれるから。うん。タケノコあるかな、今日。あった。ラッキー。これで2日分、彼に大好物を渡せる。よし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 。で、温泉にちょっと入って、鉱石場行こうかな。鉱石場の目の前に温泉あるのっていいね。うん、だいぶ助かる。で、今回ハンマーとクワ持ってきたんで、多分物を持って帰れるとは思うんだけど、右下に入ってくれればね、多分入ってくれると思うけど、よしよし。左上のちょっと回復を、待って、うん、温泉でね、雨の中、温泉、あ、もう午後4時か、早いな。午後4時。でもまあ今日はカレンと会えたんで、まあとりあえずは、OK かな。あとは鶏も飼いたいけど、とりあえずゴールドが足んないから、今はちょっと我慢だね。うん、我慢我慢我慢のし時だ今は。さあ午後5時になった。あんまり体力よし、体力回復した。 OK、 出よう。よし、したらちょっと、鉱石を掘りに行きたいね。釣り竿も欲しいところなんだけど、とりあえずはさあやっていこう。とりあえず掘らない限りははしごとか出てこないんで、よっ、なんだこれは、くず鉄かな、これくず鉄っぽいな。あ、銅が手に入ったかな。よっよっよっ。まあ最初初手はこんなもんでしょう。ちょっとある程度掘った、あ、取ったらちょっとクワで階段見つけていこう。ザクザクといっぱいゴールド手に入ればいいけど、適当にどの辺にいつもあるんだろうね。このシリーズっていうか、あのね、あ、あったあったあった。地下1階。結構下の方行くと、おそらくは、力の木の実が手に入る仕様になってたと思うんだけれども、疲れやすいな、やっぱり。やっぱり疲れやすくなってっから、初手はね、最初の方はそんなに掘れないからさ、どう出たか。よし、この辺戻っとくか。あ、一発一発熱い、一発熱いね、一発熱い。大体ね、はしごの場所ってね、大体ね、あの牧場物語シリーズってね、大体はしごの下に下るはしごの場所って大体決まってて、あのここら辺掘ればね、はしご出るっていうのが、あのやってるうちに分かってくるんだけど、このシリーズはちょっと初めてっていうかね、ちょっと仕様が違うんで、ハーベストムーンとは。なんで、例えばはしごがこっち側にあったら、あの下に下るはしごこの辺にあるとかね、この中途半端なこの辺とかにあるとかっていう。さっきど真ん中出たな、この辺とか。ちょっと難しいね、探し方。おっと、体力、これは機嫌、あ、体力だね。一回戻ろう。うん、戻るしかないね。うん、戻ろう。体力がないから、この辺。まあ、こんなもんだよね。こんなもん。最初掘れんのこんなもんだから、まあ、仕方ない。とりあえずは。
物食えばいいじゃんって思うかもしれないけど、ちょっとね、あの彼に渡すものがなくなっちゃうからね、とりあえずはちょっと、銅だね、クズ鉄、クズ鉄、銅は取っとこうかね、初手の方結構いるから。いや、出しちゃおうか。銅なんかいっぱい取れるからな。とりあえず出しちゃうわ。で、道具箱の中に預けられないか。持っててもしょうがねえな。整理棚の中入れられるか。整理棚の中に入れられる。よいしょ、入れとこう。よし。で、これは、あっ、これは収穫できるのか。持ったね。今日収穫してきゃよかった。じゃがいも収穫できたわ。ってことは、株の種もうちょっと買ってくれよかったな。まあいいや。で、じゃがいもが取れたね。じゃがいも取れたから、星1ばっかりだけどね。出荷しとこう。OK。7時。7時になった。ちょっと早めに寝とくかな。ちょっと話しかけに行くかな。これ急にまだなってないもんね。そうだね。どうしようかな。庭の仕事もスタミナないからできねえし、温泉入りに行っても夜遅くなっちゃうから、まあ、とりあえず街で話しかけるかな。ちょっと話しかけ、この辺でちょっと話しかけて帰るか。ああもうダメだな、8時だもんな。どこも閉まっ、どこも開いてねえもん。よし、じゃあ帰っても寝よう。今日は寝ましょう。無駄しちゃったわ、ごめんなさい。無駄なものをみんなに見せてしまった。申し訳ない。よし、寝るか。今日は寝ましょう。今日はゼロね。はいはい。ザクが来てからじゃ遅いってことね。今日も雨か。助かるな。今日も雨は助かる。で、とりあえずはティンに話しかけて。OK。そしたら。よし。とりあえずカレンのところに直行しよう。何時に開くんだろうね。何時に開くんだろうこのお店は。火曜日日曜日だよね。9時からか。結構時間あるな。こういう時釣りとかできればいいんだけどね。あ、カーター何やってんの。いやどうも、ここは教会ですよ。神父は私なのですが、もう何の活動もしてないのです。なぜかって、私は自分の信じる幸せが変わったからですよ。だって。なんだなんだ、意味深やな、これ。ただ、救いを求めている人を私は拒んだりしません。教会には懺悔室もあるので、遊びに来てくださいね。だって、で懺悔すること何もしてないんだけど。カレンに蜂蜜あげちゃったことぐらいだわ。いや、今日は降ってますね。僕はこの日でもパトロールのスケジュールを変えることはありませんよ。そうだね。まずはこんな日に山に登るって言うんじゃないでしょうね。ダメですよ。危ないな。ザク、オーブルー無理しないよな。オーブルー無理はしないよな。なるほどなるほど。じゃあとりあえずはちょっと9時まで待ちます。ちょっと9時まで待つね。お前は入れんのかい。おい、お前は入れんのかい。なん特別かい、お前だけ。はい、9時になりました。入りましょう。はーい。で、株、じゃがいもより株の方が早くできる。あー、ちょっと細かく稼いでおくか。はい、株買って、 OK。 でカレンがいるからタケノコ渡そう。タケノコ、はい。ほんとに待っていいな、私これ大好きだよね。もうそろそろ変わってくれてもいいんじゃないかな、話の対応。どうも、まだどうもか。まだ俺のこと好きになってねえな。まだちょっと気になり始めてないな。あれ、毎日これを繰り返していく。どんどんね、会話の内容変わっていきますから、カレンの会話の内容どんどん変わっていくから、すげえ会話かけてんじゃんこの街。あなたはみたいな感じになったりとかね。 あなたは今日も来てくれたよね、ありがとうみたいな。最初はそんな感じになってくるんだよね、多分次の言葉的には。でそのうちわーブルー今日も来てくれたのね、ありがとうみたいな感じでどんどんテンション上がっていく感じになる、ね、うん。でそのうちもじもじし始めたりとかし始めるね。あーもう楽しみだね。楽しめたんね、ほんと。よし、今日は出荷物が、出荷物が多いから、うん、今日は出荷物が多いので多分一気にドロロロロチャキンっていくんじゃねえかなとは思うけど。よし、山行こう。山行きましょう。温泉入ってちょっと体力を
回復させてから一気に鉱石場に入って掘りまくりましょう。もう稼ぐ術がもう最初の方はそれぐらいしかないからね。畑もそんなにあれだし。 OK、 よし行こう。微妙な回復だけど OK。 これで食べれるね。食べよう。これよし、じゃあやっていこう。よ、まずはハンマーの価値が1段階アップ。銅にできるってことか。うん、あとあとマジで、あとそれはマジで、あとか、うん、ジョウロぐらいだったらいいけど、マジ最初の方にねこういうクワとかねやっちゃうとねマジで後々困っちゃうから、お金がねほんと最初ないから。それは牧場物語の面白いとこでもある。最初のお金がないっていうのが牧場物語の面白いとこでもあるよね。こんな鉱石掘ってるとこねみんな見せちゃってもね、楽しくないと思うけどね、俺はめっちゃ楽しいです。最初の方はこうクズ鉄とか銅しか出ないけど、下に行くにしたがって銀ね金とか出るようになったりとかしてね。さあもう使えてきた。最初の方はこれでお金を稼いでいくんですよ。あ、出た出たりとかして、出たりとかして次の階段、次の階段出たりして、この辺から出ないの、出ないか、さすがによよ。さあ体力がどんどんなくなってきてます。左上見てますよ、しっかり体力がなくなってきてます。時はもう使えてきたよね。飯を食う、これで飯を食べる。ちょっとしか回復しねえなー、やっぱり。一回温泉入りに行くか、時間もあるし一回温泉入りに行こう。一回温泉に入りに行って、あれなんであそこ空いてんのって思うかもしんないけどね、あ、鍋料理がないときは温泉でね温泉卵とか作ってたりするんだよ。そう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 、ここに卵を投げ込むと温泉卵ができたりとかするから。体力回復を測って、どうしようかな。木こりとかもしに行った方がいいかな。でも斧で砕けんのってまだ枝だけだからな、レベルアップさせなきゃいけないな。ちょっと牧場の整備するか、ちょっと牧場の整備しよう今日は。とりあえず鉱石じゃこれくらいにして牧場の整備に行こう。ちょっと体力マックスまで回復させますね。うん、いや最初でも、最初はクズ鉄でも、右下にあるクズ鉄とかでもかなりゴールド稼げるから、よきよき。もう仕事中とかねずっと考えてたんだよね、何巻こっかなとかね。うん、何巻こう、どうしたらお金稼げるかなって。それも牧場物語の一つの楽しみだよね、どうやってお金稼ぐのを考える。よっ、 OK、 よし、鎌で鎌より斧だな、さっき。資材も集めていく。ちょっと牧場の整備をねしていこう。あ、もう5時になるな、もう5時になる、5時になるから、シュッと出しておきましょう。今日は結構ねお金手に入るんじゃないかなと思う。今日は結構お金が手に入るんじゃないかな、楽しみだね。いくらになるのか、多分1000ゴールドは超える、確実に。もうそろそろザック来る、5時になった。はい、ドン。はい、1300円になったね、1300ゴールドになった、いいね。ちょっとね牧場の整備ちょっと編集で飛ばします。ちょっと牧場の整備やっていきます。
はい、つだけ牧場の整備はとりあえずこれに終わりにして、今日は寝ましょう。これで急にまだなってないね。うん、オッケー、寝まーす。毎日雨だと助かるんだけどね。はい、1000ゴールド以上いった。これとりあえず3000ゴールドまで貯めていきたいね。やったかもの、今ので、今ので今の一振りで、あ、なん素振りしてるだけでもいいんだな、これな。あ、急になってる。あ、いいね。あ、株、早くない株なるの、マジで。うわ、これはまた今日もこれはかなり稼げますね。トン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 、はい、トン、オッケー。で、ちょっと整理棚にちょっと必要ないもんしまって、ちょっとちっちゃいから、よいしょ。今日はめっちゃ稼げるぞ。だってキュウリと株一気になったからね。いや、これがまた牧場物語のね、醍醐味でもありますよね。これキュウリは連作できるけど、株は抜いたらおしまいだから、とりあえずこれで株を抜いて、うわ、すーげー稼げるぞ。今日2000ゴールドいくな。今日は2000ゴールド確実にいくね。ってことはもう明日もうリュック買えるやん。素晴らしい。よーし、まあ、こういうことだよね。こういうこと。はいはいはい、完璧完璧です。で、水まきの前に、水まきで体力全部失われそうなので、今日あティンに話しかけておいて、9時から店がオープンするので買いに行きましょう。株を最初のうち、株はいいよね。株いい。で、ちょっとしたいことあったんだ。そうそうそう、したいことがあったんです、僕。まあ、まあ、そ、え、待って、何やってんの、ちょっと。いや、ブルーク、母さん止めて買い物やってきた。なんでお前カレントいんだよ。あら、こんにちは、ブルーク。なんでお前、おい、お前ら、なんで、おい、ふざけんな。僕は気にきつい。これでもまだ若いからね。あら、こんにちは、ブルーク。なんで二人ともいんの、そんなとこに。ちょっと、俺の女に手出してんじゃねえぞ、リック。おい、リック、お前か、恋敵や。恋敵お前だったか。うわ、本当にもらっていいの、私これ大好きだよね。まだハートが白いな。右下のカレンの横のハート、まだちょっと灰色でしょ。まだこれ俺にあんまり興味ないってこと。これちょっと色ついてくると興味あるってことになってくるんだけど。おい、リック、お前が恋敵か、ふざけんなよ。よし、お前はもうここにいろ。お前はザクとは、お前はザクと話してる。お前はザクと話してる。ちょっと待って、出られなくなった。やばい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 、これはまずい。待って、出られない。ちょっと待って、危ない、はめ殺されるとかあった。危な、なんだあれ、危ない、はめ殺されるとかあった。危ない。キュウリをもうちょっと作りたいっていうのと、じゃがいもももう一つ作っとくっていうのと、株3つ買っとこう。よし、ちょっとキュウリを連作をもうちょっと増やしておきたい。うん、キュウリの連作をもうちょっと増やしておきたい。でもあんまりね、やっちゃうと水が足んなくなっちゃうね。うん、とりあえず彼には今日渡してたので OK。 よっきよっき、よーし。リックか、恋敵は。そういえばそうだったな。リックだったな、そういや。ブブーって言われた。よし、株をとりあえず巻こう。株巻いて。株を巻いて。黒い枠だかんって連作。まあ、キュウリ。どうしようかな、キュウリ。キュウリ。早めにうまいといた方が良さそうな感じですよね。でも待って、無理しない方がいい。これでじょうろでちょっと確かめよう。一回これだけの量をじょうろで巻いたらどんぐらい体力失われるのかっていうのを、まずはちゃんと自分の体力の把握をしとかないとまずいですね。やった、じょうろの経験値が1段階アップした。 OK、これでとりあえず銅を精錬して、じょうろだけはちょっと早めにレベルアップさせておきたい。こら、ティン、何やってるか。
寝るな、そこで。株の上で寝るな。これ誤ってティンとかに水かけちゃったりするとティンのあれが機嫌悪くなったりとかするから気をつけた方がいいよ。水メーターあるって嬉しいな。左下のポンクさっきからじゃない、水メーター出てきたの。まあ、今までなかったもん。ちょっと鍛冶屋行くか。鍛冶屋来てえな。どう思って鍛冶屋来てえな。ちょっと待って、閉まる。ちょっと待って、鍛冶屋ちょっと行ってみたい。どう思って鍛冶屋行く、行ってみるか。どう思って、ちょっと鍛冶屋に654ゴールドで多分足んねえと思うけど、多分銅に、銅の板に変えるのは多分できるはずだから、ちょっと変えに行こう。はい、カウンターダメかな。どここじゃなかったっけ。あ、あげねえよお前、おい、あげねえよ、じじい、取られた。まあそうか、それはそうか、物持ってあれだもんね。かまどに入れたいとかできないよこれ。まだできるのかな、鍛冶屋って。そっちへえ、わしねえじゃん、相手行くん、お前仕事しろよ。まだできねえってことかな。お、なんだ、イベント発生。ちょっと待って、誰。お、ニワトリ。コッコ、ま、コッコ待ってよ、うちの敷地から出ちゃダメよ。びっくり。あ、ブルーさん、ありがとう、捕まえてもらっちゃって。ちょっと目を離した隙にコッコったら柵を出ちゃって。いや、こんだけ相手は出るやろ。足が速いからなかなか捕まえられなくて、そしたら敷地の外にまで出ちゃうんだもん。怪我しないか、ヒヤヒヤしちゃった。じゃあ閉めとけ、ここね。ブルーさんってニワトリ好き。好き。やっぱりブルーさんはきっとニワトリが好きな人だと思ってたぞ。なんか嫌だな。ポポにもニワトリがすごく好きなのよ。ニワトリが好きな人に悪い人はいないってお父さんも言ってたの。ちょっと俺のこと好きなんか。じゃあポップにはコックを連れて帰らなきゃダメだか、連れて帰らなきゃダメだから、そろそろ行くね。ニワトリのことで何かあったらいつも家に来てね。コッコ、お店に帰るよ、ついておいで。これでポポイに惚れちゃうやつはいるんだろうな、きっと。これでポプリに惚れちゃうやついるだろう、きっと。ポプリ可愛いって思ってる人多分いるだろう、めちゃくちゃ。結構かわい、結構な可愛さだもんね、確かに。だが俺はポプリではない、だが俺はポプリではないのだ。うーん、とりあえずどうしたらいいんだろうな。だったら話かけとこう。いや、どうだよ、どうだよ、調子は。まあ、ゆっくりしていくな。どうしようかな、マジで。水も単独か。町の人との交流大事だから。店ってガラガラじゃねえか。店ガラガラやないかい。ようでよく。よう、ジュースを買うなら、マニー言ってくれ。おぬかみさんだよ。ジュース買う？ここで？あら、ブルーさん、どう、牧場の方は。牧場といえば、ヨーデル牧場の娘さんもうちの娘と一緒でこの町をずいぶん前に出て行ったのよ。でもそういや言っても、うちの違ってムギさんはもう落としやない。それに一人だし、その上でやっと10年ぶりのジョアンヌ、ムギさんの娘だけどね、10年ぶりに帰ってきたジョアンヌは小さい女の子を生態するわけじゃない。私だったらすごいショックだわ。ただにあの将軍ショックだった町の人が読めない。本当に読めない、読めない、この俺が読めないとは。この、めっちゃ話すやん、めっちゃ話すやん、このおばちゃん。おばちゃんとか言っちゃった。いや、ジュースを買うなら言ってくれっつったけど、全然あの人ジュース売る気ねえんだけど、全然ジュース売る気なかったけど、あの人大丈夫かな。だから蝶々の顔、ちょっと蝶々にはね、ヘラヘラしといた方がいいから、ちょっととりあえず話しかけといて、蝶々にはちょっとヘラヘラしといた方がいいから。お、なんでポリスこんなとこに。2人で暮らしてんの、男。え、男2人で暮らしてんのここ、気持ち悪っ。いや、ブルー君じゃないか。どうだい、牧場の方はうまくいってるかい。最初は誰だってうまくできないもので、できてるわ。特に牧場なんてすぐにできるもんじゃない、やってるわ。2人で暮らしてんの、嘘でしょ、気持ち悪っ。それは気持ち悪い。あ、もう鍵閉まってる。病院閉まるの早っ。
はい、鍵かかってんかい。早いな、閉まんの。見っこ。おいつの前か右上見てください。2500ゴールドになってる。おっと、2000ゴールド超えた。今日は結構いくと思ったけど、3000ゴールドはいかなかったか。1500までか。そっかそっか。まいったね。そりゃまいった。あんまりいかんかったね。海に来てもイベントはなしか。思ったよりいかんかったのと、あと水が中途半端だね。戻るか。水まかなきゃ。戻ろう。もう7時40分になっちゃった。あーし、帰ろう。うざく。お、うちのもん取ってったな。ありがとうな。よし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 。とりあえず帰って水まきして今日は寝るしかないね。もうね。だって銅鉱石を精錬できなかったな、今日は。どうやったら精錬できるんだろうね。銅鉱石。まあ取っとくしかないけど。体力足りるかな。ワンチャン足りるな。この感じ。ギリ足りるでしょ。これギリギリだな。これギリギリ。結構ギリギリの畑だね。オッケー。あと1個でも食ったら多分負けなくなる。1個でも作っちゃったら畑を。9マス多分作ったらもうダメだと思う。今日は寝ましょう。よし。今日は春の感謝祭。誰かにクッキーあげようかな。ドキドキ。クッキー。クッキーなんか作れねえんだけど。春の感謝祭。ハウの感謝祭、クッキーをあげらんないんだけど。ここは誕生日並びすぎじゃね。ここどんどんどんってイベントありすぎやろ。ここ 1,2,3,4,5 リアの誕生日。ハウの感謝祭クッキーあげたいけど、クッキー作れねえし、まだ厨房ねえし。厨房だって、厨房というかあれが。参ったな。クッキー買えばいいのか。クッキー買えばいいんだ、きっと。クッキー買えばいいんだ。そうだ、クッキーを買おう。話しかけといて、クッキーを買えばいいのだ。おお、組んでない組んでない。クッキーを買いに行こう。どうにクッキー売ってんだろう。クッキー売ってる場所、クッキー売ってる場所。ダットの店。あ、でもあそこ持ち帰りダメって言ったんだ、ダットの店。ワンチャン、道具屋に売ってるかな。いや、売ってないだろうな。クッキーがやったら売ってそうな気がしなくないけどね。もしか養鶏場にワンチャン売ってるかな。まあ、とりあえずクッキーをちょっと探そう。じゃあ、春の感謝祭、誰かにクッキーをあげようって。彼にクッキーあげたいです。無理かな。売ってなさそう。一応、雨、体力はね、一回温泉入りに行きます。一旦ちょっと温泉入りに行きましょう。その時間あるか、大丈夫か。いや、ないかもしれんな。ギリギリまで台風回復したら、あと先の子だね。おっと、イベント発生。ジェニファー。あら、ブルー、こんにちは。今大自然のエナジーを全身で感じていたところなの。ほ、あなたは感じないかな、この琴湯の歌う声と太陽の輝き。まるで世界がこの時の訪れを祝福しているようだわ。そう思うでしょ。ちょっと何を言っているのか。うん、気持ちよさそうでしょ。どうやら話が分かる人のようね。嬉しいわ。たまに不思議そうな顔をされてしまうから。私は夜は宿をやってる、撮っているけど、だいたいここのテントにいるから。え、ジェニファーのテントなの。あ、それ女の子一人で山に。マジでジェニファーです。やべえとこ住ませてんな、運営。ここにいるんだ、ジェニファー。なるほどね。昼間はテントにいて夜は宿屋にっていう女の、まあそりゃそうだよね。夜女の子一人野宿しててやばいもんね。あなたの話いろいろ聞いてみたいわ。それじゃあね。だってあれ、ジェリーパーのテントあったんだ、初知り。あ、このテントにいるってことね。なるほど。うん、タケノコがない、タケノコがナッシン。ごめんな、ジェニファー。俺はカレンが好きなんだ。とりあえずちょっと回復して、で
どんぐらいで回復できるかな。畑あと何個分ぐらいだ。キュウリとカブぐらいか。だからもうそうそう、あの、そうね、あれが多分1個9マスってことなんか違うか、分からんけど、ちょっと12時半ぐらいまでしておくか。12時半ぐらいまで、そんなにいらないとは思うけど、次の日のためにちょっと体力は取っておきたいので、12時半ぐらいになって、そしたら行こう。よし、クッキー売ってっかな。土曜だからまだ店は開いてると思う。日曜は休みのとこ多いけど、あと水まき、あと店閉まっちゃう可能性あるから、水まきあとにして。おー、グレイよくあるね。グレイよく合いますね。仕方するけど、いや一回話が、グレイと結構仲いいんじゃないか、こんだけ話してや。とりあえずクッキーやるかな。1時過ぎだから彼もいるはず。プレゼントとかあるか、クッキーやんねえ。チョコレートしかねえ、チョコレートしかねえわ。小麦と団子粉とかで作れそうだけどね、ワンちゃん作れそうだけど、まだ厨房がないから作れねえ。まいったな。まあしょうがねえか、いつも通り山ぶどうあげとくか。ありがとう、どうも。最初冷たいな、カレンは。よう、どうや、待ちよ、降りてくるんだよ。タモガイミルク買ったらいろいろするんだよ。そうですか、山男。春の感謝祭って何があんの、ま、もしかして広場とかに売ってる、もしかして広場とかにクッキーとか売ってたりする。ちょっと広場行ってみよう。ここじゃない、ここじゃない、ここじゃない。いや、広場どこだったっけ。違う、ここにもね、ジェニファーよく会いますね、あなた。よく会いますね。カータのことばっかり聞いてない。広場こっちか、海沿いの方だ。ここでクッキーとか売ったりとかしてない、誰かクッキーくれ。売ってないよね、屋台とか出てないよね。やあブルー君、君もここで休憩会ちゃうわ。クッキー欲しいね。あ、なんか一人増えてんの。でね、ちょっと聞いて、今日偶然聞いちゃったんだけど、もうこれはこれはいいわ、どうせ名前出てねえし、興味ない。面白い話あるかしら。まいったまいった。おっと、すごいいっぱい集まっている。ちょっと牧場帰りますね。よし、よし、明日も戻っていくぜ。待っててくれ。種だけあげてといて、繰り返しだけどすげえ癒されんだよな、牧場の方にて。なんだもんな、俺は癒されるんだろうか。分かる人には分かるだろうな、分かんない人には全く分からん世界だけど、牧場物語って。牧場物語っていうのはすごい歴史が結構ゲームの中でもあって、牧場物語ファンっていうのがすごくいるんだよ。みんな知らないと思うけど、めっちゃいるんだよ牧場物語ファンって。実は牧場物語のファンってこの世の中に結構いるんだぜ。マニアックな人たちが、俺みたいな全シリーズやってますみたいな人結構いるんだよね。
でもコツコツゲーが好きな人じゃないと多分やらないよねこういうのはね、うん、コツコツが好きだったりとか癒しを求めてたりとかねしないと。お、斧が。多分やらないと思う。俺はこういうの大好きだからね、うん、ちなみにブルーさんは A 型ですけどね、うん、よし今日寝るか。あ、ちょっと足んなかったな、300ゴールド。あー、ちょっと足んなかったな。どんまい。はい、続けて、今回のパート4はこれくらいにしとこうかな。うん、ちょっとこれくらいにしときます、今回は。結構、ゴールドが溜まってきたので、次、リュックを買いたいと思います。なので、ちょっと、もうちょっと、あと224ゴールドだね。224ゴールドでリュックを買えるので、多分、次の日で買えると思うので、次はリュックを買ってちょっと容量を増やしてコツコツ頑張っていきたいなと思います。というわけで、今回の実況はここまで。ご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。春の日何もできなかったな。まあ、しょうがない。というわけで、はい、また次回の実況でお会いしましょう。バイバーイ。